7月11日大阪に転勤してきて初めて京都にやってきました。ものすごくいい天気、これ梅雨明けじゃないかというような天気です。阪急で、天神橋筋6丁目駅からやってきました。河原町まで、およそ1時間ちょっと。緊急事態宣言、マンボウが明けて、どうなっているのか、やっぱり人は少ないのかな。まあ昼間ですが静かです。やっぱり閉まってる店が多い。暑い、人通りも多い。新京極の一角に錦天満宮というのを見つけました。錦の天神さんと呼ばれると菅原道真公をお祀りしています。市バスの1日券を買ってバスに乗りやってきました。北野天満宮、実は初めてです。七夕の飾りがまだ残ってます。あれだけ晴れていた青空だったのがなんだか雲が多くなってきました。嫌な予感です。ここが本殿でしょうか。三光門、中門、重要文化財、御祭天皇の御神筆。なるほど、あの字です。
深い、来た。そして息子の合格祈願をします。学業お守りをすいません。はい、はい、はい、ありがとうございます。今宝物殿で、刀天下の名刀髭切りを見てきました。その間ものすごい雨雷でした。今ようやく上がりましたけど、下はびしょびしょです。ものすごい雨でした。ただいま6時10分、半日というと大げさですけれども、京都を回ってまた四条大橋に戻ってきました。今はまた晴れてます。だいぶ明るくなって、やっぱり夏のような天気です。これから大阪に帰ろうと思います。今日はまあ第1回目ということで、本当ちょっとまず来てみたということでした。さっきケース見たら1万2000歩ぐらい、まあこんなとこでしょうか。では帰ります。